天皇系図十五から二十六代、たしらかの王女は、日本の第二十六代、慶太天皇の皇后で、同天皇とは四十慶帝にあたる。人間天皇の御子で、母は、春日大娘王女。同母帝に、無列天皇がいる。古事記の表記は、手白髪いら詰め。子に、金明天皇。人間天皇の御子として誕生。母は、 雄略天皇の巫子である春日大娘王女。彼女が生まれる以前、父方の祖父である、死辺押し岩御子が、母方の祖父である、雄略天皇によって殺害されたため、父の奥慶と叔父の家は逃亡して、身を隠していた。その後、雄略天皇の巫子の聖霊天皇はこうなさなかった、ため、家と奥慶は大王に迎えられ、それぞれ即位した。 その後、冒険であった父の人間は、有略天皇王女の春に一代娘王女を皇后として迎え入れたため、互いの祖父の代から二つに分かれていた皇統は、統一された。この間に生まれたのが、武列天皇や田白家の王女らである。以後、二つの皇統の秩序を合わせた、唯一の男子である、武列天皇により、皇統が維持されるはずであったが、 ブレツ天皇はこうなさずは隠して崩御した。有力天皇の粛清によって他の皇族男子はほとんど残っていなかったため、越前国から王神天皇の五世孫にあたる冒険王歩道が大王として招かれた。これが慶大天皇である。大王は大連大友金村の勧めにより、 携帯元年3月5日、たしらかの王女を皇后に迎え、携帯天皇の統治が始まることになる。たしらかの王女が、携帯天皇の皇后となった理由として、母である春日大娘王女の場合と同様、傍慶天皇の正当性を立てるための政略的な要因が大きかったと考えられている。つまり、傍慶に属し、 先代天皇との間の血縁が非常に遠い、携帯天皇は、先帝の同母姉である、田白家の王女を皇后にすることにより、一種の入り婿という形で正当性を獲得したということで、ある。携帯天皇は、大和に入る以前、現地で複数の日を持ちたくさんの子がいたにもかかわらず、田白家の王女との間の巫女である天国徘徊。 皇帝孫が正式な継承者とされていたことも、このような推論を裏付ける。このようにして、慶大天皇と田白家の王女との間に生まれた、金明天皇が、今日まで、長く続く皇室の祖となった。金明天皇は、即位にあたって、先の皇后を皇太后としたが、この皇太后は、自身の母である。 たしらかの王女か、安寛天皇の皇后である、かすが山田王女か、千下天皇の皇后である、立花中王女か、半然としない。たしらかの王女ふすま伝領西山塚古墳区内庁は、たしらかの王女ふすま伝領として、奈良県天理市中山町に所在する、西戸の塚古墳を自乗している。西戸の塚古墳は、大和古墳群に属する古墳時代前期の、 前方後円墳であるが、年代的には整合しない。白石太一郎は、山和古墳群の中で一季だけ、比較的大規模な六世紀代の古墳、西山塚古墳が、田白家の王女ふすま伝領ではないかとしている。西山塚古墳の埴輪は、今白塚古墳同様高槻市の新地一石で、焼成されたものと言われており、六世紀前半頃の造営で、 噴宮長は115メートルの規模を有する。このことについて、白石は、慶大天皇が、山和の王党に繋がる田白家の王女の墓を、山和王権の子祖たちの墓が並ぶ山和古墳軍や、柳本古墳軍の中に営むことによって、自らの王権の連続性、正当性を主張したものではないかと推測し、慶大長の成立について、これが、 王朝交代説の得くような王党の断絶を意味するものではないとしている。張リ国風土器美能群上に、お、OK、け、お、OK、け両王子が身分を明かした際、山部連勝盾が、両王子の母を手白発命と称している。これは、日本書紀、古事記の記述とは全く異なる書伝となっている。ありがとうございます。